天狗岳は北海道札幌市南区上山系にある山。地形図には天狗山と記されているが実際にそう呼ばれることは少ない。同盟の山があちこちにあるので上山系天狗岳略して定点として親しまれている。標高1144.5メートル。北海道百名山並びに北海道の百名山に選定されている。三名の由来は 1000メートルを超える三つの険しい岩峰をいただく異ようから、あるいは天狗の腰掛けに似ているからとも言われる。アイヌ語名は、紀藤種ぬっぷりで、行者ニンニクが群生する山を意味する。また、岩山を意味する、スマヌっぷりとも呼ばれていた。定山系温泉から見ると、北西の方角、白井川と小樽内川に挟まれた、小天狗竹の向こうにある。豊葉鉱山が現役で、 自家用車が普及しきる前の時代、この山は他に比べて交通事情に恵まれていた。北海道道95号、京国ただし山系線にはバス停、天狗だけ登山口があり、その近くで白井川にかかっている吊り橋を渡ると、すぐに登山口にたどり着けたのである。しかしこの吊り橋は、平成時代には老朽化のため撤去されており、 さらに上流の白い二股にかかった橋を渡った上で、川沿いの道を東に戻らないと、登山口に行けなくなった。2010年代では二つの登山道のうち、東米コースは、廃道を溶かしている。西の熊野沢コースは健在だが、急な岩壁を登る箇所もあるので、落石や、滑落の危険が伴う。ABCDE 梅沢菅原2015 P100, AB 山山 1989, P52, AB 一名校 1977, P181, AB 山山 1989, P203, 山山 1989, ピアニッシモ203から 204, 山山 1989, P204, 梅沢菅原 2015, P104, ありがとうございます。